はい、こしょ。はい、皆さんこんばんは。元気？今日4月3日だね。今ね、夜の8時10分です。で、昨日動画で言ってた通り、今日はね、精神科の通院日だったんですけど、無事にね、行ってこれました。で、まあ、不要不急の外出は控えるようにっていうようなことを今言われているんですけど、スマイルは。ただ、まあ、精神科はね、どうしても話をね、聞いてもらわないことにはね、始まんない的なところがあるんで、前回だから3週間か1ヶ月ぐらい前、の時にはですね、病院から全身電話があって、どうしても先生にお話を聞いてもらわなきゃいけない人だけ、まあ、診察で、その他、こと足りる人は、お薬を病院から送るんで、LINE しないで、今回ちょっとやり過ごしてくださいませんかみたいな電話があったんですよ。で、まあ、やっぱね、空気読んで、こっちもね、ちょっと、じゃあ薬だけで大丈夫ですってこと言ったんですけど、まあ、それはそれでまあね、結果的に今こうやって生きてるので、なんとかなったんですけど、世の中でね、精神疾患とか、そういうものの理屈をね、理解してるのがやっぱり精神科の先生しかいないんで、自分のその病状とか症状とかを、あうんの呼吸で理解してもらえるのって先生しかいないんですよね、この世の中で。なのでもう、やっぱり、3週間1ヶ月とかの間だともう、本当に壮絶なぐらいの体験があるので、聞いてもらうにゃというところで、今回もね、前日にちょっと連絡待ってたんですけど、連絡が来なかったので、まあ、今日もね、ちょっと当日にね、これから予約時間に伺いますってことを言ってから、病院をね、訪問しました。今日ね、家族の中でね、不和があったんですけど、まあずっとなんですけどね、もう致命的なぐらいのね、ことを言われたので、本当にね、人として説教しました。自分より年が上でもね、本当に至らない親っていうのはね、世の中いるもので、苦労したことがない人にはね、本当に子供が多分生意気に逆に見えたりとかするんだと思いますけど、世の中ね、そういう、恵まれた家庭ばっかりじゃないっていうことなんですよ。うん。あとはですね、当事者でもないのに分かったような口聞く人もいますけど、まあ、そういうのも私はお勧めしませんね。やっぱりね、自分の経験に重ねて、なんとかね、ことを収めようとしたりとか、なんとか慰めようとかっていう、浅はかな考えする人が世の中多いんですけども、精神科に通うまでの人っていうのは、もう重度の症状出たりとか、考え方自体が健常者の人とは180度変わっちゃってるので、言われてる内容っていうのがね、すべてね、裏目に出てしまうんですね。なので、そういうね、自分の体験を持ってね、そんなこと言わないでとか、そんなことを考えちゃダメよとかいうことを、まず本人の否定から入るっていうこと自体が、対応の仕方として間違えてます。これは私だけじゃなく、同じような、うつ状態を持ってる人には大体言えることじゃないかなと思います。まあそういうと、大体健常者のこと、人は、じゃあどうやって対応すればいいのって言うんですけど、まあ、結局は真心なんですよね。実体験がない人は分かんないとかって言うんですけど、経験ない人でもね、頭が良ければね、ある程度理解できますよ。状況察したりね。あと、やっぱり心ですよね。その人の気持ちを汲み取ろうとする気持ち。それが一番の大事なことだなと思いますね。なので、今まで私も精神科通い始めて、まあ2年くらいかかりますけど、縁切った人っていうのもいますね。で、自分が見切りをつけた病院とか、薬剤師さんとかっていうのもいますね。まあ、これは田舎ならではかもしれないんですよね。自分もある意味、親しみを持たれやすいので、慣れ慣れしく接せられることもあるんですけど、さっきも言ったようにね、自分の経験に重ねて、自分の話を結局したくなっちゃうおばさんとかって結構いるんですよ。話を聞くんじゃなくて、自分の話を持ってきて、納得させようとする他人とか、結局自分の話にもすり替えちゃうおばさんとかいるんですよ。まあ、なのでね、まあ、自分はそういう風にならないようにという風には思ってますけど、まあ、ここまでね、思い悩めばね、さすがにそんな浅はかなことは言わないですよね。苦しみがわかるので。晩ご飯なんですけども、こちらのね、美味しそうな肉豆腐、
あとね、まだ温かい緑茶。そして、市販品ですけど、温玉と、シソとキュウリが挟まってる、もろきゅう、なんだ、キュウリの、ちくわ、バサミですね。はい。あとね、これ白米。あ、ごめん。残念ながらちょっと今ね、ツヤツヤなご飯が見えないんですけれどもね。こんな感じです。多分ね、ラップしてあるってことはね、朝の残りかなと思いますね。今日帰ってくるのギリギリだったんでね。というわけでね、いただきたいと思います。ちなみにじゃあね、この中で野菜っぽい、これからいくかな。これね、醤油つけなくても十分美味しいと思うんでね。じゃあ、いただきます。うん。シソのいい香り。これ十分ご飯いけるよ。酒飲みたい気分でもあるけどね。あのね、破壊衝動がね、強くなるんですよね。体力がある時って、もうね、自分の体を痛めつけたくなる衝動に駆られるんですよね。と言っても警戒しないでほしいのは、手首切ったりとか、そういうことは私は一切しないです。ただ、もう、すべて、もうこの世の中、地球に隕石落ちればいいとか、自分が、本当に、壊れるところまで壊れちゃえばいいのにとか、そういう自暴自棄なね、心理状態に陥っていくっていう、そういう傾向があります。で、これも私に限ったことじゃなくって、私みたいに鬱とか、躁鬱っぽい感じとか、まあ、メンタル系のね、浮き沈みをお持ちの方だったら、まあ、過半数の人ね、同じ経験してると思います。なので、まあ、それをね、本人の人が、ああ、私だけじゃないんだって思って見てくれてもいいですし、そういう人を身近に抱える人は、こういう心理なんだよっていうことが、私みたいに、口がね、流暢じゃない、人もいると思いますんで、少しでもね、伝わればいいなと思います。次はね、肉豆腐いただこうかな。わ、見てください。こんなに大きい木綿豆腐が。まあ、今日ね、4月3日でもう春なんですけど、昨日も今日もね、結構強い風が吹いていて、午後からはね、肌寒かったです。じゃあ、いただきます。うまいね。ぶっちゃけ今日、お昼ご飯が肉汁つけそばだったんで、ちょっとね、豚のお肉がね、今日の昼のつけだれというかつけ汁にそっくりなんですけど、でもね、いくら食べてもこの脂身とかね、美味しいですね。うん。まあそんな感じですかね。で、寒かったんで、まあ、ちょっとね、上着が薄着のまま外出してしまって帰りがね、寒かったんですけども、まあ、風邪とかね、コロナとかね、気をつけないとな、というふうなね、自覚は、ちょっと前よりもね、強くなりましたね。だからありがとうとは言いたくないんですよね。まだ亡くなったことを認めたくないんで。でも本当、志村けんさんが亡くなったっていうのが、まあ、本当にショッキングだったもので、皮肉な話ですけど、そのことによって、身近に感じたり、今まで見てなかったね、YouTube の動画見たりとかしてて、もう起きてしまってどうしようもないことなんですけどね。それでも供養になるのであれば、たくさんね、動画とか、テレビとか見て、思いを忍んで、たくさんね、コントで笑わせてもらいたいなと思います。ただね、まだコント見るときも胸がちょっと痛んだりするので、複雑な気持ちです。でもやっぱコメディアンだからさ、笑ってもらうことが何よりのさ、生きがいだったと思うんだよね。だからまあ今はまだ、もうほんと信じたくない気持ちがまだ私あって、かなりね、しぶといと思うんだけど、まだ信じたくないっていう気持ちなんですよね、私。受け止めきれてない。現実味を感じてない。信じたくない。でもまあ、やっぱり、お兄さんが、遺骨抱えてる姿見れば、しょうがない
どうしてももう事実なんだってもう思わざるを得ないと思うんですけど、まあやっぱり認めたくないって気持ちはまだ未だにありますね。私もその心の中で生き続けるっていう考え方好きですけど、もうやっぱりでもなくなってることはなくなってるんで、それはもう残念に変わりないんですよ。なんでまあ本当にね、目に見えないからね、いくら近くに寄らなくても、まあ、その飛沫がついたものとかを、受け取ったりして、そこからウイルスがね、感染するっていう可能性もあるって考えると、近くに人が寄らなければいいだけじゃなくて、もう本当にありとあらゆるところにその危険が潜んでるっていうので、本当にね、濃厚接触しなきゃいいっていう、ことじゃなく、ほぼほぼもう外出しちゃダメですね。ウイルスがついてるものを触っちゃう可能性もあるので、人じゃなくて物にもついてる可能性あるんで、で、あと私ずっとこのコロナ始まって気になってたことがあるんですけど、あんまりニュースとかで取り上げてなくて、動物ってこのコロナウイルス媒介しないんですか？ついこの間外国でなんかワインの会社がお客さんに直接ワイン届けられないので、看板犬にね、ワインを背負わせて、お客様に配達させるという動画を見たんですけど、あれって、受け取った人がね、犬可愛いからって言って、犬の顔を手でワシワシするんですよ。それを見てて思ったのは、ウイルスは大丈夫なの？って思いましたね。まあ、さっき言ったように、人間のね、手とか飛沫とかついてるので、それをまあ付着したまま、まあワインの瓶とか犬とかですね、触るんですよ。で、またそのお客さんが触ったものがお店に帰ってくるので、結局不特定多数の人があの犬を触ることになるんじゃないですか。そうすると、あの犬は知らずにウイルスを媒介してしまったりしてないんでしょうかね。あと、動物は発症しないウイルスなんですね、今回は。そういうことなんですよね。それがね、報道で、あまり話題にならないので、不思議だなと思ってます。コウモリから移ってきたはずなのに、コウモリ以外の動物に関してはコロナはどうなんだっていうのが気になりますね、最近。